わ懐かしい。木満も線がいいんじゃない。さあさあさあ、これ触らずいいから、それは触らんでいいやつないよ。おお、今まさに動き始めました。さあ、くまモンの左手がやめなさい、やめなさい、触らなくていいんだから、それ触らなくていいんだから、やめろやめろ、またやめなさい、それだから。あの光景同じだって、同じに悪いのよ、同じになってるから。素晴らしい、どん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 、そう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 、でつぶつぶからね、ほらほらほら、止めて、社長止めて、責任持ってくれよな。ほら、もうこのまま熊本持ちにしてあげるからさ。大悪持ちみたいになってるよ。本当にハプニング起こってしまいました。すごい、これやるはずじゃなかった。綺麗にやるのね。まさかよ、社長、またかよ。これは責任持って責任持って食べるよな。責任持って食べるよなって、社長。よし、さてさて、今日なんですけどもね、ユーパレス弁天のお隣なんですよね。紹介したいのが今月の6日にオープンしたのがこちら、クラッシーのマジラウザー。クラッシー大丈夫、今ね、ちょっと目が見えたね。私じゃない、私じゃない、タイヤ止め、タイヤ止めだって。タイヤ止め、ごめん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 、お知らなんだ、いや私がすまんすまん、ごめんな、ごめんね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 。フリスビーは1回これ100円で12枚投げることができます。実際にくまモンに投げてもらいたいと思います。簡単ですよ。あれ、ちょっと待ってください、ね、ちょっと頑張って頑張って、あれ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 、ちょっと待って、1枚ぐらい、ほらあれ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 、ということで、当たっても当たらなくても、あのお菓子のプレゼントがもらえますので、はい、ぜひ1回100円参加されてみてください。これはあの尾形さん、ゲームはどこであるんですか。ゲームはこの今までゲームこれもですね、はい、あの商店街の方で行われます。全部商店街ですね。そうですね、全部商店街、はい、お願いします。焦げたね、それちょっとこれ焦げもういいですね、過ぎました、もういいというか、はい、それ過ぎてますよ、ね、やっぱ焼き鳥もネギマがうまいもんね。はい、ネギマ美味しいですもんね。ネギマうまい。さあ、もうこれ何もつけずにいただきたいと思います。そうなの、塩コショウしてない。お、どうですか。あ、すごい、皮むき器みたいだった、今白いの出てきた。甘い、うん、あ、美味しそう。なるほど、切ってね、ネギの肉巻きです。はい、せっかくなんでですね、はい、かずき君と萌ちゃんに試食してもらいたいと思います。ネギは好きですか。はい、ネギ好き。じゃあちょっと熱いからね、お姉ちゃんにちょっとね冷ましてもらいましょうかね。これは熱いですよ、ちょっと待ってください。熱いかもね、これはね、ちょっとちょっとこれはちょっときついかもね。無理無理無理。じゃあ私がいただきます。どういうことやの。またね、あの冷めてから後でね、あげるね。後で冷めたら食べようね。目の前でいただきます。今からお姉ちゃんがね伝統芸能するからね。これだよ、熱いでしょ。これ伝統芸だよ、これ。おお、中のこのネギのトロトロしてて、この豚肉に合いますね。ねえ、もうお弁当の一品に、うん、ぜひいかがでしょうか。これ尾形さん、あっさりしてて、はい、これあの子供たちに後から作ってあげてくださいね。はい、あのたくさん巻きたいと思います。はい、メタロウさん、はい、和樹くんと萌ちゃんが切ない顔してます。そうですよね、後からあるからね、後から食べて、後から食べてね、食べてからね、後で食べてね、慌てんようにね、慌てんようじゃないんだから。餃子食べる、餃子食べようか。餃子出しよう、餃子は冷めてるから食べやすいと思うかな。くまもんがね、優しくしてね、優しくしてね、くまもん。大丈夫か、夫婦して。大丈夫ね、大丈夫。はい、餃子どうぞ。大丈夫かな、熱くない。あ、待って、いいよ、熱い、大丈夫、大丈夫、大丈夫、よかった、美味しい、美味しい、よかった。はい、どうぞ、くまもんさん、美味しい、よかった、よかった、よかった、ごめん、
よかったよかった。やっと食べられたね。子供が成立した、よかったよかった。よかった。バターと醤油がいい感じしてますよ。美味しそうですね。はい。じゃあちょっと私いただきたいと思います。これいい、これいい。ちょっと待って、あのお待ちね。あ、それ何ですか。こちらですね、シーザードレッシングを買って。シーザードレッシング。これで600円なんですか。ちょっと待って。おがっちにね、ちょっとね、食べてもらうと思うんですけども、いつもおがっちが食べてるじゃないですか。くまモンが怒ってるそうなんですよ。そうなんだ。自分も食べたいと。あ、そうね、いつも怒られるもん。だから、普通には食べさせません。どういうこと？美味しいとうまいは禁止です。それ以外で美味しさを表現してください。はい、わかりました。うまくリポートできるかどうかをくまモンに判定してもらいます。はい、あ、わかりました。あ、そういうことですね。あ、丸バツ。もし、バツが出た場合は、自腹で払っていただきます。そんなありがとう聞いてないですよ、そんな。お願いしますよ。言ってないですもん。わかりました。得意でしょ。じゃあ、はい、いただきます。お願いします。失礼します。熱いと。あーでも柔らかい。その通り。この歯をちょっと入れただけで、ふわーっとお肉が。取れてるやつね。壊れた。残念。そんな下手な人います。肉が取れてて。いや美味しい。まあそうなっちゃいますよね。うわこれバターと合いますね。ありがとうございます。バター醤油が。はい。はい、じゃあね。ここでもおがちせっかくなんで、はい、うまいと美味しい禁止でございます。わかりました。じゃあ肉うどんいただきたいと思います。うまく伝えていただきましょう、はい、お願いします。たっぷりトッピングもねたっぷり入ってますよ。あ、本当だ、ちょっと細麺ですね。すみません、いただきます。はい、あ、麺がつるつるして、少し出て、すごい喉越しがいいですね。ありがとうございます。なんか前もって考えてたって感じがしますね、今のセリフは。いや美味しいですね。いや、わかりますよ。まあ、美味しいんですよね。美味しいのは。お肉はお肉のこの出汁が出てて美味しかですね、やっぱ。ありがとうございます。爽やかなオレンジ色のバラ、なんと名前がモナリザと言います。モナリザ、すごいね、なんか気高い気品がありますよね。そうですよね。これどういうところがこうモナリザなんですかね。こう松村さん、どういうところがモナリザなんですね、はい、か。そうですね、まあ、なんですね、まあ、色と思います。はい、色、ちょっと淡い感じの色ってことですかね。そうですね、はい。じゃあせっかくなんで分かりやすいようにおがっちにちょっとモナリザやっていただきたいと思います。バラバッグに、はい、お願いいたします。3秒前、2、1。モナリザです。レオナルド・ダ・ヴィンチ様、ありがとう。なんて今、なんて言いました今っていう感じですね。レオナルド・ダ・ヴィンチ様が、そうそう、書かれたんですもんね。モナリザサンバですね。モナリザさん、よかったと思います。よかったです、はい、ありがとうございます。ただですね、何ですか、これはですね、美味しいんで、はい、もし食べたらですね、歌いたくなっちゃいますよ。え、どういうことですか。どういうこと、食べたら歌いたくなる。美味しさのあまり。いやいやいや、そんなことないねえ。ありますよ。何やってんですか、本当。食べてみたいと思います。あ、いい香りする。うん、香りがいい。ねえ、いただきます。うわ、美味しそう。わ、甘くてジューシー。私バンカンよね、おバンカンさんよね、バンカン指、バンカン指刺されても、歌っちゃったでしょ。すごい、あれおかしい。何、おがちやばいよこれ。嘘でしょ。多分歌っちゃうこれ。本当、食べたら。いや食べたいけど。いや違う歌を歌うんじゃないですか。これどういう、違う歌が歌うんじゃないですかね。誰かが止めないといけないんじゃないかと思う。あ、甘い、ジューシーですよね。あー、バカンシーの恋は南の愛。ほら、うまか。しかもね、歌ってしまうぐらい美味しいんですよ。こんなコツ。では今度はブルーベリーを使った美味しいものをこの後ご紹介したいと思いますけれども、はい、ジャムとパンをご紹介したいと思います。わ、うん、かりました。ちょっとね、くまモンのね、機会がないんですけども、どこに行ったか、くまモンとかな、くまモン、くまモン、どこ掘るんだかな。ジャムとパン紹介するよ。
こちらはですね、ジャムを作ってらっしゃいます住田さんでございます。おはようございます。よろしくお願いします。住田さん、はい、こちらのブルーベリーちょっと違うでしょう。粒が大きいです。いただきます。うわー、おいしい。あの甘いですよね。もうブルーベリーが甘くて、もう本当に丁寧に作ってますので、おいしいと思います。そうですね、これは朝からいいですね。朝食にですね、もう鉄板ですね。おいしい。ヨーグルトに合う。そしてさらに住田さんはパンも作ってらっしゃるんですよね。そうなんです。今日は2つご準備いただきました、はい、こちら何ですか。それはブルーベリーのジャムを乗せたのと、 あと生地の方に練り込んだのと、2種類作ってきました。うわー、美味しそう。なんか明るくなりますね。おいくらぐらいですか。小さい方はね、150円からなんですけれども、じゃあ大きな食パンの方はね、500円いただきます。そうなんですね。これどうやったら購入することができるんですか。はい、今度はグローリーファームさんのお隣でパンのね、はい、あの工房やってます。普段はパン教室やってるんですけれども、あの土曜日と日曜日の朝7時ぐらいから8時50分までですね、販売しております。はい、何でしょう。はい、何でしょう。太田さん、あの女性版の高田社長じゃないですよね。あの女性版の高田社長ではありません。じゃないですよね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ご親戚とかもいらっしゃる。いや、違いますよ。メスもない。あら、あら。今度スタジオにお呼びしましょう。はい、そうですね。はい、はい。なんか、はい、たんですか。いや、選挙のウグイスやってます。その話大丈夫です。どうでしょうね、これがね。はい、当選確実です。その話大丈夫ですよ。これ以上はこの近くにあるんですよね。はい、はい、グローリーファームさんの本当にお隣ですので、はい、ぜひいらしてください。黄色い建物の横のですね、2階でやってらっしゃいます。さあ、ということで今日は私ちょっとアワビばいただきたいと思います。はい、これはでも尾形さん、暑いんじゃないですか。はい、ねえ、どぎゃんだろうか。大丈夫ですか、気をつけてくださいよ。はい、湯気が立って美味しいです。いただきます。気をつけてくださいよ。うん、いかがですか。どうしました。すごい男みたいな声出ましたけど。アワビは普通に硬いんですけど、焼いたら柔らかいです。皆さん、美味しいですよ。焼いた方がおすすめです。40分ですよ。1000円で40分食べ放題です。じゃあちょっと皆さん代表していただきたいと思います。今どれぐらいですかね。タイを食べてもらいます。タイですね、これタイです。うわ、ちょっと炙ったんですか。美味しい。湯かけてある。湯かけてある。お湯をかけてあるそうです、皮のね。いただきます。あ、なるほど。これ怖い。タイが踊ってます。タイが踊ってます。甘い甘い。最高です。クマも美味しかばい。すみません、あ、これがその、はい、キダコ。キダコのことこうやってウツボっていうんですね。ウツボです、ね、だから、はい、美味しいんですよ、はい、す栄養満点で、明日はお肌ツルツルです。お姉さんみたいに、私みたいに、いやーと。大丈夫ですよ、そちら側の方。何ですかね、すごい。これあのタンパクでしょ。あのタンパクで、あの外側がプルプルしてます。 そして身のところはすごく何ですかね、お魚みたいな。そうですね、はい、美味しいです、美味しいです、すごく、はい、ものすごい美味しい。出汁も効いて美味しいんですよ。出汁も骨から出汁を取ってるので、はい、綺麗になりますよ、綺麗になりますよ。私みたいに、言わすぞ。すいません、どちらがクマモンですか。どちらクマモン。クマモンはこっち。クマモンじゃ、お姉さん、私じゃない、私じゃない。クマモンじゃないですよね。実は二人のクマモンです。いいでしょうか、クマモン。二重魚ね、クマモンでお願いします。クマモンでいいから。まだまだありますよ。いやー、本当に盛りだくさんですけれども、はい、まだあるんですよね。はい、これ紹介したのがクフォーの黒目丼です。黒目丼、もう
これ名物ですね。名物です。何ですか黒目っていうのは。あの昆布系の海藻になります。昆布。はい。はい、であのこれをちっちゃくしたのがもうこの黒目になるんですけど、松本さん、ここでしか食べれない日本全国で。松本さん、何ですか、はい。私これいただいたことがあるんですけど。そうですね、食べたことありますね。はい、これものすごい美味しいですね。でしょう。これはびっくりしますよ、ちょっと私いただきます。どうぞ。はい、初めて。トゥルトゥルなんですよ、トゥルトゥル。トロトロしたものなんですね。いただきます。違うのは少し食感がある。うえぇ、わかるでしょ。ねに、ね、ねるねる、どれだろう。おいしい。枝野さん、わかめなんですけど、すごいなんか出汁の入ったのかわかめの味ですね。あの味を一応つけてます。出汁がちょっと、ね、味付けしてありますんで、松本さん、もともこもないわ。あのこれはこのネバネバ昆布ですごい体にも良さそうですね。はい、はい、いっぱい600円です。魚と食べるとまた美味しいですよ、岡田さん。お魚と一緒に。そう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 、絡めると美味しいですよ、これ。うん、魚とお魚と、そうそうそう、それと一緒に食べるとまた焦げんして、そう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 、すごい、うえー、これうまい、もう最高ねえ、絶対食べてください、そうそう、もう贅沢です。サラタマ大好きな皆さんに集まっていただきました。さあ、おがちは勝つことができるのか。これだけど本当に美味しいもんね。準備の方はよろしいでしょうか、皆さん。いきますよ。はい、頑張ります。食べ終わったら、食べ終わったら手を挙げてください。いきますよ、よーい、スタート。いけ、頑張れ。さあ、始まりました、カタランネ杯、サラタマちゃんの早食い競争。おがっち、おがっち、いけいけ。さあ、くまモンがドレッシングをかけてあげていますが、出てきません、出てきません。さあ、おがっちが順調食べてる中、チャンピオンがいてます。チャンピオンが、すごい、あらららら、チャンピオン、早く抜いて、すごい食べ方、チャンピオン、チャンピオン出てるの、なんで食った。いや、これ食べてる、あ、食べてる、食べてる、すごい入れてるんですね、すごい食べてる、足は確かに、さあ、さあ、おがちいってる、おがちいってる、おがち、さあ、チャンピオンとおがちの戦い、おがちの戦い、おがちの戦い、さあ、誰が最初に食べ終わるのか。あ、チャンピオン、食べ終わったら、おがち出るか。お、さあ、チャンピオン、おがち、おがち、おがち、さあ、みんなが応援してます。おがち、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 チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオンも出てんの。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、入れて、入れてって、これ。入れてますよ。チャンピオンが終わった、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 チャンピオンが終わった。勝つのはどっちだ、勝つのはどっちだ、勝つのは、結構時間かけてるよ、勝つのは、チャンピオン食べた、食べた、食べた、勝ったのは、おがっちやった、おがっちすごい、キュンさん、そして今チャンピオンが、終わりました。終わりました。終わりました。終わりましたよ。終わりましたよ。太田さん止めてあげて。はい、はい、いただきました。はい、ある意味チャンピオン。チャンピオン。チャンピオン。すごい。愛が溢れてますね。出しながら食べるみたいな感じがする。ちょっと効率悪いですね。美味しかった。美味しかった。勝ったで。美味しかった。素晴らしい。